こんにちは。5月15日金曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。14日のニューヨーク外国為替市場はリスク志向がやや回復したことを受けて、ドルはタイユーロやタイポンドなどで売られ、円も株高を背景として全般的に売られる展開となりました。ドル円は終日95円台の取引となる中、アメリカ終日新規失業保険申請件数の増加を嫌気して95円27銭まで下落しました。しかしその後は株価の上昇につれた買い戻しから95円87銭へ反発し、95円80銭で引けました。ユーロドルは株高を受けたリスク志向の回復に 1.3532 ドルから 1.3666 ドルへ上昇し 1.3640 ドルで引けました。ユーロ円は株価の上昇につれて129円01銭から130円94銭まで上昇して130円66銭で引けました。ポンドドルは 1.5073 ドルから 1.5247 ドルまで上昇し、高値圏の 1.5233 ドルで引けました。ポンド円は143円67銭から146円16銭まで上昇し、145円95銭で引けました。代わって東京市場前場は、ドル円クロス円は狭いレンジでの値動きの中、買いが先行後、小緩む動きとなりました。ドル円も狭いレンジでの値動きの中、早朝に96円台に乗せ96円19銭まで買われ、その後一旦95円80銭へ反落しましたが、底堅く95円90銭近辺の小動きとなりました。ユーロドルは 1.36 ドル台前半での小動きの推移となる中、朝方は136円前半での揉み合いから一旦 1.3652 ドルへ反発、その後 1.3619 ドルへ下押しされてからは同意の薄い展開となりました。ユーロ円は早朝に131円16銭まで上昇した後、130円44銭へ反落しましたが、底堅く、その後は130円80銭近辺での小動きとなりました。ポンドドルもほとんど同意に欠ける値動きとなり、 1.5211 ドルから1.5246 ドル内での小動きの推移となりました。ポンド円は早朝に146円46銭まで上昇後はじり安となり、145円73銭へ反落、その後は146円台前半を維持した小動きとなりました。ここまでの値動きをお伝えしました。なお今日この後の主な予定はご覧の通りです。アメリカの景気に対する期待感が後退する中、ドルの上値は限定的とみられ、円は安全通貨としての役割が再浮上し、昨日は95円割れをトライする動きを見せました。しかし底堅さもあり、95円は割れず、株高を受けて東京では96円へ反発し小休止といった動きとなりました。今後も株価の動きに触れる展開が予測されています。以上、午後の FXフラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。